こんにちは。睡眠専門医の厚みです。今日の動画は睡眠時無呼吸症候群のお話、ボリューム93。喉を鍛えて無呼吸治療喉を鍛えて睡眠時無呼吸症候群を治療してみるかというお話をしてみたいと思います。時々ね、睡眠時無呼吸症候群の患者さんからこんなご質問、ご相談をいただくことがあります。それが、睡眠時無呼吸症候群って、 なんか寝てる間に喉が緩んでしまって、喉の筋肉がま潰れてしまうような形で呼吸が止まる病気やんな。そしたら、喉の筋肉を鍛えて、寝ている間も喉が潰れないようにしてやったら、無呼吸症候群治療できるんと違うのっていうね。えそういうご質問とかね、えー、ご相談をいただくことというのがあります。素晴らしい質問ですよね。えー、実はですね、こういう 喉を鍛えて睡眠中呼吸症候群を治療してみようというですね、そういう試みというのは昔から結構ありました。で、それの極めつけみたいなですね、そういう試みというのが実は2006年にですね、イギリスの有名な医学雑誌に研究報告として投稿されています。それがこのディジュリドゥというですね、 オーストラリアに先住していらっしゃった方々が、まあ、伝統的に演奏していた非常にこう長い130センチとか150センチぐらいあるですね、えー、そういう細長い笛のようなものを演奏する、まあ、このディジェリドゥという楽器を練習することによって喉を鍛えて無呼吸症候群を治療してみようというねそういう試みなんですね実はさっきからね後ろからなんか変な音流れてますよねこれがあのディジェリドゥを 演奏している、えー、そういうあの音なんですけれどもね。で、実はですね、これ本当に肺活量とかですね、ほっぺたの力とか、唇の器用、えー、さとか、そういったものが、えー、必要になる楽器でして、えー、これをまあ、非常に辛抱強く練習することによって、えー、唇とかほっぺたとか、喉の筋肉というのはものすごく鍛えられるわけですよね。で、まあ、これをですね、まあ、しばらく練習してあげれば、睡眠中呼吸症候群も治療できるんじゃないか。まあ、そういう発想の研究だったんです。 で、この研究、実は結構ね、睡眠時無呼吸症候群に効果があるらしいという結果になっています。1時間あたり21回平均すると呼吸が止まってらっしゃった、まあ、いわゆる中等度の睡眠時無呼吸症候群の患者さん、25人に、このデジルドゥーというね、楽器を練習していただくと、えー、まあたい。 1>, 1時間に15回ぐらいまで平均すると6.2回ぐらい1時間あたりの呼吸が止まってる回数が減ったんだ。というね、そういう結果になっています。結構ね、効果がありそうな気がしますよね。ただですね、ちょっと難点がありまして、ここは1、2、3と書いてあるんですけれども、あの、非常に辛抱強く練習をしないといけないんですね。1日、えー、少なくとも20分間このディジリデュというのを拭いていただくっていう必要があります。しかもですね、 週7日間のうち、最低でも5日間、週5日、20分間練習していただく必要があります。まあ、それもですね、1週間、2週間とかではダメで、えこの研究の場合には、4ヶ月間、えディジュリデュのインストラクターについてもらってですね、みっちり、え毎日20分、週5日間、 4ヶ月間というのを練習し続けてくださった結果として、えー、1時間に20回ぐらい呼吸が止まってらっしゃった方が15回ぐらいに減ると、まあ、そういう結果になっていたというね、そういう研究だったんですよね。で、あのー、まあ、確かに効果はあるかもしれないんですけれども、喉を鍛えて無呼吸症候群を治療するとなればですね、えー、こんな、えー、非常にでかいですね、えー、笛をあのー、毎日 週5日間もですね、4ヶ月間も練習しないといけないというような、まあかなり過酷なトレーニングをやって、しかもそれを延々とやり続けないといけないというですね、まあそういうふうな報告になっていますので、実際問題としては、喉を鍛えて無呼吸症候群を治療するというのは、まああまり現実的ではないかもしれないなっていうような結果になっていたりします。で、えー、さらに残念なことに、2006年のこの、えー、報告以降ですね、えー、ほとんどこれを追加して、 でですね、検査したあの研究したた研究報告というのはなくてです、ねえー、結局のこれが本当の意味でですね、効果がある治療法と言えるかどうかということは、まだ確認されていないという現状なので、まあ、これだけハードな喉を鍛える、えー、楽器演奏であったとしても、えー、なかなか結果を出すということは難しいようなので、残念ながら、喉を鍛えて無呼吸治療というのは、現時点では万人にお勧めできる治療法ではないというふうに言えるのではないかなというふうに思います。 えー、今日は喉を鍛えて無呼吸症候群の治療というのは可能なのかっていうお話をしてみました。えー、こんなディジュリドゥのような冬を使ってもなかなか簡単ではないということで、現時点ではなかなか難しいよっていうお話でした。えー、今日も最後までご視聴いただきましてありがとうございました。